凛子先輩の話、つまらなくなんかないですよ。さっきはつい聞き入ってたというか、本当にすごいと思って言葉が出てこなかったんです。そんなことは。実際自分だったらきっと生徒会長を引き受けることはできないと思います。私は、なんつうか、苦手だと思うことは避けると思うので、どっちかというと得意な面でどうにかカバーしようとするかもしれません。だから、正面からぶつかっていける凛子先輩は、なんつうか、ほんとすごいと思います。それなら、市ヶ谷さんも、十分、すごいです。え？なんでそうなるんですか？私とはやり方が違うだけで、得意な分野でカバーするというのもきっと立派な一歩だと思います。私はそれができなくて、一つつまずくと他のことも全部うまくいかなくなってしまうので、結果的に一つ一つ乗り越える方法しかないだけなんです。お互い違う方向性で不器用ってことなんですかね。きっとそうなんだと思います。市ヶ谷さん、私はやっぱりすごくなんかありません。今だって怖くて立ち止まってばかりいて、あこちゃんや富山さんみたいな前に進む力のある人に引っ張ってもらわないと動き出せないんです。凛子先輩、まあ霞は力あり余りすぎだと思いますけどね。それに動き出してからも、氷川さんや松原さんのように支えてくれる、市ヶ谷さんみたいに一緒に頑張ってくれる、そんな人がいないとすぐに逃げ出したくなってしまうんです。私もですか？はい。だってさっきの対応、私一人じゃ絶対にできませんでした。困っている市ヶ谷さんを見て、どうにかしなきゃってそう思って、だからこそきちんと対応できたんです。私だけだったらきっとただ焦って終わっていたと思います。確かに自分より焦ってる奴がいると落ち着くことありますよね。ちょっと冷静になるっていうか。って、私さっきそんなに焦ってました？うわー、かっこ悪。そういうつもりでは。すみません、私も別にそういうつもりじゃ。なんだか変な感じになっちゃいましたね。はい、本当お互い何言ってるんだかって感じですね。私が頑張れるのはみんなのおかげです。みんなの助けが必要な情けない生徒会長ですみません。でもありがとうございます。少しずつになってしまいますが、頼れる生徒会長になれるよう一生懸命頑張ります。なのでこれからもどうかよろしくお願いします。そんなわざわざ頭下げなくても。大体それはこっちのセリフです、凛子先輩。私こそさっきみたいに肝心な時に慌てたり、変にカッコつけて空回ってばっかりで、人見知りも全然治らないですし。人見知り？市ヶ谷さんがですか？そうですよ。だから生徒会でも結構ぎこちなくなって、毎回めちゃくちゃ緊張してました。これからも緊張はすると思いますけど、それでもできる限りのサポートはしたいと思ってます。だからそのこちらこそ一生懸命頑張るのでよろしくお願いします。やべえ、書類が。大丈夫です、すぐに拾えば。
ごめんなさい。私、慌てて机に、書類が余計に散らばって。とにかく拾いましょう。はい。早速失敗しちゃいましたね、私たち。頼れる生徒会長、まだまだ先は長そうです。私も名サポーターには遠そうです。市ヶ谷さん、これから一緒に頑張っていきましょう。はい、まずは早めの書類整理からですかね。そうですね。市ヶ谷さん、ちょうどよかった。今教室に行こうと思っていたんです。凛子先輩、どうしたんですか？今度のボランティア清掃の件で、それぞれの学年の担当場所が少し変更になって、プリントをクラスに配ってほしくて。おう、そうなんですね。じゃあ2年の分は私が配りますよ。本当ですか？ありがとうございます。これくらいどうってことないですって。プリントありがとうございます。はい、それじゃあまた。おお、アリサ頼れる。ほんとだね。いやー、よかったよかった。これくらい普通だろ。